私たち新生ブルーレジェンズの自己紹介をさせていただきたいと思います。はい、それではすいません、 まず改めまして、私から5年目の夏美です。はい、ありがとうございます。では今年も歌います。あーライオンだよだよ、ミラクル元年奇跡を呼んで、吠えろよ限りなく、ライオン、フォーライオン、フォーライオン、ライオン。今シーズンは順天に優勝しましょう。よろしくお願いします。それでは続いてエミル。はい、2年目のエミルです。今シーズンもはつらつと声を出して盛り上げていきたいと思います。皆さん準備 OK ですか？はい、ちなみにですね、私最近コーヒーにシナモンと MCT オイルを入れて飲むのにハマってます。いい飲み方他にもあったら教えてください。よろしくお願いします。さあ続いてミサト。はい、関西出身たこ焼き娘のミサトです。はい、私5年目と今シーズンで5年目となるので、5年目のシーズンも皆さんと一緒にライオンズを応援することができてとっても嬉しいです。はい、そして私は関西出身ということなので、皆さんもご存知かもしれないですけど、関西弁がすごく出るので、関西弁にも楽しみにしていただいたらなと思います。今シーズンもよろしくお願いします。そしてマナミ。はい、こんにちは、レキのマナミです。私はベルーナドームでスタッフとして働いていました。ですが今ブルーレジェンズのメンバーとしてステージに立つことができ、本当に嬉しいです。全力投球で頑張ります。よろしくお願いします。続いてイオリ。こんにちは、ルーキーのイオリです。今シーズンたくさん球場を盛り上げて、自分にしかできないパフォーマンスを見つけ、球場に足を運んでいただくことが楽しみになる理由の一つになれるよう精一杯頑張ります。よろしくお願いします。続いてシノン。皆さんこんにちは、ルーキーのシナンです。今シーズンは、やるしかないをモットーに、どんな時でも全力笑顔で頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。さあ今シーズン新生ブルーレジェンズは17名で活動していきますので、ぜひ私たちには熱いご声援をよろしくお願いいたします。はい、そしてここのステージでパフォーマンスをしてくれるのは私たちだけではありません。レオライナー。はい、レオライナーも今日とっても楽しみにしてたよね。あれ、なんかドキドキしてない？どうしたの？あ、そうだ、ここからはレオとライナーの新曲をお披露目したいと思います。レオとライナー、たくさんどう？練習した？あれ？吐きそうになってるじゃん。大丈夫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 。ライナーも大丈夫そう？OK、 さすがライナー。はい、皆さん新曲今たくさんお披露目してるんですけど、楽しんでいただいてますか？ありがとうございます。じゃあここからはレオとライナーの新曲を続けていきたいと思います。それではまずはレオの新曲からいっちゃいましょう。レオいいかな？ OK、 ブルーレジェンズのみんなも準備 OK？ OK、 それではいきましょう。ミュージック